長崎ラバーズ皆さん私はスポーツが大好きでですねまあスポーツと言いましたら野球もあればテニスもあれば。 まあフィギュアスケートもあれば、まあ、本当にいろんなスポーツがあるんですけどもサッカーも大好きなんです、まあ、ずっとビハレエ長崎サは応援してきた一人でございますからそして今ビハレエ長崎私今社長をしてまして長崎にはプロのスポーツチームというのでビ、えー、ハレエ長崎しかありません。まあ、サッカーはですね あの本当に勝ち負けだけじゃなくてたくさんの人が交流します長崎にたくさんの人がやってきます日本だけではございませんアジアからもやってきます欧米からもやってきますそういうチームを作るということで長崎市に大きな大きなスタジアムを作るという構想がございますこの構想を通してさらにですね日本から元気を長崎から元気を発信したいという。 まあ、スポーツはです、ね、愛ですよ、そして長崎は平和を語る、語らなければいけない県でございますから平和を語る、愛と平和と一生懸命というです、ね、この言葉を大事にしながら、今年は長崎ザワン長崎を一つにみんな一緒に長崎から元気を発信していきたいと思います。 県外から来られるサポーターの皆さんサッカーを楽しむだけではありません食を楽しんでくださいもう本当に海の幸は豊富でございますそして観光資源も世界遺産がものすごくたくさんありますからもう巡るだけでも楽しさいっぱいでございますぜひ長崎へおいでください長崎サッカーラワーズ